妖怪の世界からやってきたようなオリジナルシンガー熊倉和夫さんの姿にご注目。ゲゲゲゲゲのゲ、朝は寝床でグググ楽しいな楽しいな、お化けにゃ学校も試験も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おうゲゲゲのゲ、みんなで歌おうゲゲゲのゲ、みんなで歌おうゲゲゲのゲ。雰囲気ありますね。今日はもうちょっとなりきってありましたからね。本当最後あのまま消えんちゃいかっていう。今年は2回も歌わせていただいて、もう本当にあの鬼太郎のほか、あの世界のものでももうきっと喜んでると思います。やっぱりいろいろそのいろんな方歌われてますけども、熊倉さんバージョンがやっぱりね、これ一番もうなんか聞いちゃいますね。そうなんですよ、ずっとこんな声なんですよ。生まれた時は違いますよ。そうそうそう、おにゃーの時からこれは怖いですよ。熊倉さんが今200いくつでしたっけ。何を新しく知らないでください。ほら、あの夕方になった時に、ね、はいはい、あの紹介があって、はい、であの初代に主題歌を歌っていた人は、はいはい、で私の顔が出てね、はい、下に子熊倉和夫って言ってた。いよいよ本当にこれ怒るとこですよ。もうそろそろそういう時期だと思わなかった。そんなもうそろそろ完全に僕連れて行かれそうじゃないですか。両手で今来ました。ありがとうございます。